創業者、CEO ジョニー・モリス同社がスポンサードしている、ナスカール・チームバス・プロショップスは、アウトドア用品の巨大小売店、ベースプロショップス、アウトドア・ワールドと、カベーラ S を全米で合計約150店舗以上、チェーン展開している企業。スポーツ用品販売業としては、世界第3位。1970年代に、創業者のジョン・モリスが、 米国ミズーリ州で、父親の経営する酒屋の裏で始めた、釣り絵販売業から始まる。その後釣り具アウトドア用品のカタログ販売事業を成功させ、現在は大型店を全米展開するに至り、スポーツ用品販売業としては、スポーツオーソリティなどと並ぶ、全米最大級の小売りチェーンとなっている。創業当時は、釣り用品の販売が中心であったが、 現在は、重機や狩猟用品を筆頭に、ゴルフ用品やアパレル関連なども売り上げの多くを占めるようになり、オリジナル商品や、プライベートブランドの展開、大手ブランドとの提携も進んでいる。さらに子会社にプレジャーボート製造、販売のトラッカーマリン社を有している。また、リゾート宿泊施設、レストラン事業の展開もしている。各店舗では、 商品レイアウトや店内ディスプレイにこだわり、巨大な滝や水槽、動物の剥製などが飾られ、大自然の臨場感を醸し出している。そこに、ありと、あらゆるアウトドアスポーツ用品を取り揃え、大型プレジャーボートや ATV までもが多数店内で販売されており、レストラン、ゲームセンター、ギフトショップ、実弾射撃場なども完備され、店舗によっては理髪店や、 旅行代理店もあるなど、アメリカ型のワンストップショッピングの典型と言える。また、この、ベースプロショップスのロゴやマークの入った衣類や小物は、いい意味で、レッドネック的なファッションアイテムとして人気がある。もともとが、カタログ販売業から始まった企業であるため、各種メディアと提携しての複合的なカタログ、インターネット販売にも力を入れており、 特にバーサスやアウトドアチャンネルなどといったスポーツ系の CS チャンネルに番組を提供している。かつてはポップマンが日本代理店を務めていた。プロダクトレビューページありがとうございます。